新寮駅は、愛知県春日市新寮町571にある、東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は、CF08。運行形態の詳細は、中央線を参照。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅で、橋上駅舎を有する。ホームの多治見法情法には、透明高速道路が通っている。 強状化される前までは、旧駅舎のあった南側にしか出入り口がなく、北側からは遠回りを強いられていた。2006年7月より、南北自由通路設置と駅舎強状化工事が開始され、2008年3月20日より、使用が開始された。旧駅舎側は南口となり、自由通路によって北口が新設され、北側からの利便性が向上した。北口からは、 新両車両区をまたぐ加工になり、改札口までの距離が長い、駅長は配置されない、駅員配置駅であり、高蔵寺駅が当駅を管理する、JR 全線切符売り場、自動改札機、自動券売機が設置されている。1.2番線が本線で、3番線が対比線となっている。3番線については、上記のほか、新両車両区からの改装列車の出入区にも、使われる。 また、朝ラッシュ後の多治見方面行き普通列車が、優等列車の通過待ちの間に、列車の切り離し作業を行っている。なお、平日2本、休日1本のみ、名古屋方面から当駅終点の列車が存在する。平日のみ、運転のホームライナー、中津川号の1本前に発車した普通列車は、当駅にて、ホームライナーに追い越される。その他、高蔵寺、 田治見方面からの回送列車が一番線から診療車両区に入力することもある。かつて国鉄が中央本線の価客分離及び稲沢総車場への短絡のために瀬戸線の建設を計画した際、重複区間となる高蔵寺。勝川間は中央本線、瀬戸線による方向別複々線化が予定されていた。線を中央、瀬戸線下り線、新設線を 中央、瀬戸上り線とし、同時期に計画されていた、新漁電車基地の側線は、季節、新設漁線の間を通る構造とした。新漁駅も、車両基地の北側に新たに二面三線の中央本線、瀬戸線上り線用ホームを設け、既存の上下線ホームは対比線を追加して二面三線とした、上で折方面線用ホームとすることが、考えられていた。 春日市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は、以下の通り推移している、愛知県立森山高等学校や中部大学の最寄り駅であるため、学生の利用が目立つ、春日市内のほか、名古屋市森山区北部や尾張旭市北西部からの利用も多い、北口区画整理により宅地開発が進行中である、北口南口東海旅客鉄道 CF 中央、 本線快速通過普通構造寺駅、新両駅かす駅、ありがとうございます。